ホリピョンの墨絵教室、墨絵レッスン、墨絵の基礎の基礎その4です。本日は側筆を使った実例のレッスンをいたします。ぜひ学んで体得してください。この映像は工房の脇を流れる清流です。とても美しく、私もいつも癒されております。皆さんもどうぞ一瞬ですが。それでは側筆を使った実例レッスンを始めます。墨で側筆を使う。側筆を使うという、筆の腹を使うというお話を前回しましたが、今回さらにじゃあ具体的にどんな絵を描いていこうかということで、身近な絵をちょっと2、3紹介させていただきたいと思います。まず、キュウリですね。キュウリ。キュウリを描くときはどうするかと。今これ腕で、まあキュウリ、まあ形のいいキュウリを描いてください。まあこれ線描きになりますけど、これはいろいろの木骨法でもいいです、線描きでもいいですけど、ちょっと線描きが一番よろしいかと思って今描きました。それでここにボツボツがあるんで、ちょっとボツボツをですね、墨というのは先に描いた線が上に来ますんで、ちょっと目立つボツボツの場合は先にちょっと描いて、この場合もですね、キュウリって丸いんで、ちょっと丸い風にこういう風にある程度描くとキュウリの立体感がより出しやすいんで、ただ点を打つよりもちょっと丸みを帯びながら、この弧を描きながら描く。そうすると非常にいい。じゃあこういうようなキュウリの準備ができました。じゃあどうするかというと、今これ、水をしっかりつけた筆です。水だけ。これに先っぽに黒い墨をつけます。これは、この濃度は中木を使ってもいいです。今の濃木を使って、だんだん薄くなっていきます。こういう筆作りをしておいて、まずこれ練習でもやりますけど、これに沿って直角にこうとグラデーションを出していってください。あ、やばいね、ちょっとやばい。あ、だいぶ薄れました。薄れたらこれもう垂らし込んでください、黒い墨を。それで、じゃあ反対側もやる場合にはどうするかというと、これ反対に筆を使うのはちょっとやっぱり皆さん難しいと思いますんで、これ絵をね、こういう場合も逆にしちゃいます。絵を逆にしておいて、絵を逆にしておいて、自分の絵手の方で。で、この場合かなり急になりました、色が。その場合もうちょっとグラデーションをはっきりさせなくてしたい場合には、先をちょっとこういうふうにしてなぞる。そうすると自然にいいですし、中木、淡木を使ってもよろしいです。こういうふうになりますと、ぐっとこれでもう一度形を戻しますと、これでキュウリですね、立体感のあるキュウリができます。じゃあ次はですね、じゃあキュウリがあったらナスいきましょうか。これはある程度ね、練習して、墨っていうのは同じようにはなかなか描けない。同じ人が同じに描いても同じように描けないのがまた面白いところぐらいなもってください。ナス。ナスの場合は、先に描いた線が上に来るということで、まず、ヘタを先に描きます。ヘタを、これヘタですね。ヘタを描いておきます。それで今度は木骨法で、このラインを描かずに描いてみます。
同じようにまず黒い墨をつけます。ちょっと絵を大きくするんで、ちょっとぐちぐちってやるとね、これだいぶここが上がります。そうすると幅が広く、グラデーションが、今度は自分である程度意識して形を、でここら辺をしごくんです。そうすると水が出てきます。でまた今回も先ほどと同じで絵をひっくり返しましょう。手を回すというのは非常に難しい、ある程度技術がいりますね。で同じようにその都度しっかりと筆作りをした方がいいです。やっとぐるぐるっていきましょう。そうすると筆を回しやすい、自分の絵手の方向でやれます。でまたこれは木骨法と、先ほどは線画きゅうりは、これは木骨法と、これはどちらでも自分のやり方でやってください。あとでもう一度形を戻します。先に描いた線が上に来ますんで、この黒い線は上に来ます。ですからこのまま乾いたらどんどん変わっていくと思います。ナスですね、はい。ナス。じゃあ次はですね、ちょっと難しい、うまくいかないかも。スイカを描きます。スイカ。スイカですね、スイカ。スイカも同じです。これは、まず、スイカの場合は、線描きをまず、これ、皮のところをちょっと線描きしますね。これスイカのですね、こうなったらスイカになりますということで、これもある意味逆さまにして、これも同じように、これ皮の方からまず描いていきますので、あまり白黒の薄くしたいと思います。で今黒い墨をつけて、ちょっとまたぐじゅぐじゅってやって、それで、こうなったら一旦またひっくり返してください。いいですか。そして皮とあれね、ちょっと水をちょっと誘導してやってください。それで身の方はそんなに濃くないんで、淡墨ですね、薄墨を作ってやってください。今水と黒い墨を入れて、これ別の容器に入れて薄墨を作ってます。薄い墨ですね。それをそれで赤いところがちょっとあるんで、ちょっとだけこうと赤みのところをちょっと黒の濃いのを入れてやってください。それでこれ乾きましたら種を入れると、これはスイカになりますね。ちょっと待ってくださいね。失礼しますね。スイカになります。では次はその例として、サンマを描いてみます。
三毛は少しテクニックを少し違いまして、同じように水をつけたところに濃い墨をつけます。これは濃い墨をつけると、濃い墨からだんだん薄くなって水になっていきます。でちょっとだけまたもうちょっとよいしょ、これでこれがこの辺りがちょっともうちょっと幅広く黒が上がっていきます。でこういう状態で筆作りしてから、三毛の場合はいきなりこういうふうに入ると形ができません。いきなり入るとここがですから、まず直筆ですっと入ってから筆を倒します。筆を倒しながらずっと胴体の長さへ持っていって、ある程度かすれてきたらまた直筆で筆を抜きます。もうこれで魚の形にできます。そしたらあとまた丁寧にちょっと これもね、墨っていうのは偶然性がありますけど、非常に面白い形でできますね。ぜひこれはもうある程度練習です。練習してやってください。それで私なんかも何でやっても違った魚になる、同じものは描けないというところがまた面白い。次は最後に今度はイカをやってみますね。イカです。イカもこれ側筆を使うと非常に面白いイカができますので、側筆でイカをやってみます。イカの場合はまずはこれもまず線描きしていきますね。例えば線描きをしておいて、微妙にポツポツがありますんで、ポツポツ打ってやってください。この場合もイカの丸みに沿ってやると、同じポツポツでもこれだけでも立体感が出ますんで、あのポツポツをただ平面で打つんじゃなくて、なんとなくこうと丸みを帯びて打つことによって、こんな準備をします。で先に書いた線が上に来ますので、書き順としたら、こちらを先にしてから下を書くという形になります。ですから、まず、水をつけた筆に濃い墨をつけます。それから、またちょっと面積が広いから、ちょっとこれでこうやって、ちょっと幅を、筆をやると、これがだんだんぐーっと上がり方が激しくなって、もうちょっと幅広く、グラデーションができます。これで、まず、そしたら今度はね、またこれも慣れるまでは筆を逆に運ばずにこうやって、また同じように筆作りしてやってください。それでここが幅が広いと思ったら、ちょっと今度は幅を少なくするっていうのは、もうそこら辺は慣れである程度感覚的にやってて、それで最終的にこれでどう仕上げるか。でここはもうこれも自然に下に行きます。またちょっとごめんなさいね。それでこちらも同じく、ちょっとだけこれ黒い墨をつけるなりして段丘をつけて、これ今直筆ですね。ここら辺はもう側筆と直筆と混ざったような形。イカです。こういう形に側筆でグラデーションを出すというのは非常に面白いし大切なことです。それでもう丸みとか立体感が非常にできますし、動きが出てきます。今日は側筆の実践編を行いました。